お願いします。まずはビフォアの状態で色とかカットがどんな風になっていたかっていうのをお願いします。ビフォアの色は、まあ、あの色が抜けたちょっとオレンジ味の強いブラウンの全体が8トーンぐらいの、ビフォーのカラーで、カットは前下がりのボブでちょっと全体に伸びて顎ぐらいの長さですかね、で伸びてるような状態でしたね。ちょっとまあ下に重心がいってるような感じ。カラーはまあちょっとオレンジ味があったんで、ちょっとやっぱり秋でもその透明感みたいなものをしっかりと出したそのクリアな色にしたくて、まあブルー味の強いカラーで、まあ元々あったその色味のトーンはあまり変えずに、オレンジ味をしっかり消して透明感をより出すっていうようなその設定にして色を染めました。仕上がりのカラー何色って言ったらいいですか、イメージの全体、まあ、グレージュ系ですかね。明るさはどれくらいですか。明るさはまあほぼ一緒なんで8ぐらいですね、まあ、ただあえて根元を浮かすように染めたんで、まあ、根元の方が少し暗くて毛先に明るくなってるっていうような感じの、もうほんとナチュラルグラデーションみたいな感じなので、なんかその綺麗に根元から染めてますよっていうよりは、なんか本当に元々の外人の人のその髪色みたいに見えるような感じにしてます。次にカットをお願いします。カットはその前下がりの結構ウエイト感が落ちたボブだったので、まあ、この秋はちょっとやっぱりマッシュっぽい顔周りのラインっていうのが結構いいなと個人的には思ってるので、今回はそのショートでこう顔周りに前上がり の, そのマッシュラインを作ることによって、そのちょっと顔周りにこういうフォワードに髪が来る動きの表情を出すような感じに、大きくはだからフォルムチェンジですよね、して、でまあ元々あった前髪内側もちょっとこうパツッと重ためだったんですけど、それをこうちょっと結構透け感のあるシースルー系に変えて、こう内側の前髪と外側のこういうマッシュレイヤーのそのダブルバングになるような感じで、まあ、最近フェイスラインのダブルフェイスラインレイヤーって言ってるんですけど、そういうようなイメージでちょっとこう表情がより前髪と顔周りによって出るような感じのカットに変えました。で、まあ、前上がりのフォルムに変えることによってウエイト感がぐっと上に上がって、そうするとまあこう重心が下がって重たくなって、なんかそのボブの切りっぱなしじゃないですけど、そういう感じになってたのが結構そのより丸さというか、あの顔が小さく見えるようなフィットするような、その顔に合わせた丸さを作ってるそのマッシュボブみたいな感じですね。ただマッシュボブでもあの重たいマッシュボブ、そのいわゆるこう何て言うんですかね、全体にボテッとした感じのマッシュボブじゃなくて、結構両感も内側を間を間引きながら取ることによって、マッシュボブなんだけど軽いっていうような軽やかな感じで、だから秋冬だから重めっていうことじゃなくて、秋冬だからこそ顔周りにちょっとそのなんて動きも出つつウエイトも重たくないみたいな感じに、ちょっと新しい感じをフォルムを作ったって感じですかね。仕上げは本当シンプルで、基本的にはこう根元を全部前にフォワードに、まあカットがこう顔にかかるように切ってるんで、フォワードにドライヤーの風を生かして乾かした後にストレートアイロンで、もう本当に丸さをつけずに熱を通すっていうだけのスタイリング。だから丸くするとどうしてもそのカットで作ったこちらが意図とするその髪の全体のフォルムを、そのストレートアイロンで作った丸さが壊しちゃうんで、丸くしないで、だけどストレートアイロンだからまっすぐするとペタッとなるじゃないですか、だからそうならないように本当にそのまま熱を通すだけっていうような感じで仕上げることによって、仕上げにこうオイルをつけてこうやると、そのカットで作ったフォルムを生かしながら
やっぱり紙って熱を通すと結構ツヤが出て綺麗に見えるんで、その質感と見た目のツヤ感みたいなものを両立させながら仕上げたっていう感じですね。このヘアスタイルどんな方におすすめしたいですか？そうですね、だから秋冬になってどんどんその首元がもたついてきて、今までショートでちょっと毛先重ためのボブだったんだけど、秋はその首元が重くなったり、その色も服の色もまあ落ち着いたりしてくる中で、髪はやっぱり透明感があって動きがあるような、そのちょっとなんていうんですかね、透明感があるクリアなナチュラルさのイメージを出したい人、うん、でだからその髪じゃなくてファッションとかをうまくその対比させるっていうか、うん、そういう人にいいのかな、うん、だからまあ女の子っぽくなりたいとかっていうよりは、どっちかっていうと本当にちょっとおしゃれっぽいナチュラルさっていうか、作ってないんだけどなんか髪の質感がおしゃれだよねって見えたい人。ありがとうございました。ありがとうございました。